最後にクスがつく女性が終わった後にとても気持ちよくてびっしょり濡れてしまうのなんだ。あれ。はい、どうも、ハルくんです。そして、せーので、万々歳、ゆうです。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 はい、いやーよし、いけたはい、というわけで前回は、はい、おそらくその精力剤質問コーナーが上がってるんですけど、はい、すっごい企画面だな。訳し方がやばいよ。結構言わない、みんな入ってるんで、はい、結構決まった状態なんで、その流れでエロそうで力剤謎の対決やって、シリーズを昔よくやってまして、はい、でエロそうでエロくない謎が一番人気なんですよね。うん、パワーパワーチャンネルさんとやらせていただいたんです。はい、そうね、はい、まあ、でもエロそうでエロくないなんで、うん、ちょっと頭合ってないかな。ちょっとポワッとしてるね。ちょっとポワッとしてるね。本当にやっぱやばい。エロそうでエロくないなんで、はい、まあ、エロくはないです。はい、はい、なのでちゃんと真面目に答えてください。で結局ただの謎謎でしょ。ただの謎謎です。はい、前年齢対象、はい、前年齢対象なんで、もうエロは禁止ですからね。はい、エロそうでエロくないだからエロは禁止ですよ。はい、バンバンザイはもうエロそうでエロくないんじゃないかと思ってるんだけど、名前がね。いや、それを考える人は大体猿なんですよ。これちなみに、うん、エロくない人は答える謎謎ですから、ね、おお、普通の謎謎なんで、謎謎レベルとしては全然簡単に答えれるけど、余裕だな。じゃあまず固定調べということで、じゃあ1問目いきます。はい、男の人が舐められると立ってしまうのってなんだ。なんで笑った。なんで笑ってんすか。普通の謎なんだよ。普通に立つやん。だ、結構僕もめちゃくちゃ立ちますね。結構立ちやすいタイプなんですけど、舐められると。え、舐められるとでしょ。めちゃくちゃ立つよ俺。え、ガチでわかんない。え、だから、え、でも頭に思い浮かんであります。なんすよ、なんすよ、ちなみに乳首。お前一番エロいタイプや。だとしてもチンコや。ピー出てない。出た時にあのエロいじゃないですか。うん、なんか乳首は男女とも共通することだから変態じゃないのかな。え、逆に正解なんなの。え、何？ギシかなと思いました。僕はやっぱ腹ですよね。正解。マジ。そういうことか。いや、俺そういう謎だ。すごいのこれ。チンコと乳首。いや、そういうことか。舐められると立つ。やめてくださいよ。ハルくんこれ答え多分知ってるんで、じゃあ3人いかないでもらいましょう。はい、濡れている自分のあそこに入れます。で、痛いこともあります。慣れれば痛くも怖くもないです。なんだ。濡れている自分のあそこに入れます。で、痛い時もある。濡れて、いや、どこに入れるでしょ。時間も時間も時間も長くなってる。あるな、チンコ。ねえ、待って、ねえ、やめて、本当にいるな、これ嫌な。わかった、コンタクト。正解。あ、一発で、カットしたら一発で、カットしたら頭で編集する。こっちが編集するから。あのね、チンコって答え絶対出てこない。ないよ。最初に言いますけど。いきますよ。はい、立てば立つほど感度がビンビンに良くなっていくものなんだ。ビンビンって言ったよ。もうビンビンってさ、ビンビンって俺もうチンコの就職後やん。だからチンコないんだよ。チンコは答えたら絶対期待してってる自分もいるもん。100ないんで。立てば立つほど感度がビンビンに良くなっていくものなんだ。立てば立つほど、噛めば噛むほど、立てば立つほど、立てば立つほどじゃないって。立てば立つほど痛えだろって。立てば立つほど、ちなみに今ビンビンです。今おぉ、うわぁ、うわ、僕ビンビンですね。え、それは俺とギシ君はもうビンビン。え、正解アンテナです。え、待って、言おうと思ってた。うわ、言えなかった。そういうことか。最後にクスがつく女性が終わった後にとても気持ちよくてびっしょり濡れてしまうのなんだ。今僕が問題になった後、全員なんかエロい顔しましたけど、絶対エロいことは出てこないよね。待って待って、これ俺濡らしたことありますね。え、濡らす側、俺濡らす側、どうでよに。
れた方がいいシチュエーションって何？俺がその立場なんです。めちゃくちゃに濡らしてあげたい。ヒントは、まあ、あの運動っていうか、もうもはや運動。え、もはや運動じゃん。昨日だと4分とか。え、なに？昨日？なになに？昨日ほやほやか。なんか出そう。なんか出そう。それも嫌だ。じゃあ正解言っていいですか？はい。はい、正解はエアロビクスです。いや、無理や。無理や。そんな無理や。もう辞書になくなる。ない、ない。エアロビクス。何それ？え、嘘でしょ？え、これ一緒にこうやって踊る。あ、そうなんや、知らんかった。そもそもの問題だった。クリスの辞書にセックスじゃなかった。ジャンルセックスを知ってる。ちょっと簡単めのやついきます。はい、はい、興奮すればするほど大きくなるものなんだ。心拍ずっとって言ってる。なんかさ、ルナに言ってほしそうなさ、その無線やめてくれませんか。いや、僕昨日とか大きくなりましたよ。結構普通に。え、それはもう結構結構たくさん。マジマジと見ないで。お前マジか、お前マジかよ、見ちゃう。目が同定じゃないでしょ。どこ大きくなるんだろうと。え、でこわい。目。目の黒目じゃなくて、はい、どこ正解。きた。あー正解。なるほどな。次行きます。よし、どんどん行きますよ。はい、もうそうそうそう、テンポよく覚えてください。はい、はい、テンポよく。なんかあまりにも真面目に考えられすぎてもちょっと。そう、はい、男性の股にある硬くて血で始まるものといえば。あの、まず噛んでしまいました今。チンコ。そろそろ出るやろみたいな気持ちで言われて。恥骨。違います。恥骨ってここですよ。違うよ、これ恥骨は。違うよ。そうなの。いや、もうちなみに、え、あるえ、あるこれあります。あ、はい、あ、やだ。どっち。はい、みーちゃん。なんで。じゃあ、じゃあ、2人、まとめて。いいせーの、チャック。正解。イエーイ。イエーイ。チンギはないでしょ。いや、お前、イントネーション、イントネーションやめて。チンギ。これもう、早押しです。超早押しです。はい、これすぐ答える。じゃあ、本当に稼ぎたい。これ余裕ですぐ答えるんで、いきますよ。はい、いっぱいのイをオに変えて言うと、チンチン電車から電車を取ると残るのは。これだけのやつじゃない。チンチンじゃない。違うよな。なるほど。チン電車からチンチンを取ると。じゃあチンチンから電車やんけ。じゃあ一回せーので思うこと言ってみて。せーの、チンチン。正解はせーのです。なにちょろかった。チンチン電車から電車取ったらせーのしか残んないですよね。こういう男って持てないやん。じゃあ次です。はい、フルーツポンチを逆さにするとどうなりますか。ボルフル。ボイフル山で。え、チンポフル。チンポツールフル。チンポツールフル。え、ボルツ。いや、お前は違うけ。いや、もう違う。わかった。言ってみて。こぼれる。正解。いや、もう正解。今の早くないっすよ。すごい。そりゃそうよ。すごい。何が何が。普通に止めてくれたらよかったじゃん。これだから童貞なんだよ。なんかみんなでバーン答えて終わりたい。いやー、これね、最後みんなでもうバーンって答えますけど、うん、それで終わりたい。まあでも最後だからこそっていうのもありますから。うん、はい、ちなみに確かにね、うん、エッチになればなるほど硬くなる棒ってなんだ。あ、もう確定じゃん。もう確定よ。はい、はい、せーの、チンコ。はい、以上ですね。あー、楽しかった。いやー、まだできないわ。まあ結論は全員食べろってことやな。最後おまけで、もうエロそうでエロくない早口言葉っていうのもあるんですよね。おじゃあそれ言って終わりにしますか。はい。にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ。うん。あ、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ。にゃんこ、こにゃんこ、こまにゃんこ。違う違う、まごにゃんこ。にゃんこ、こにゃんこ、まごね、まご。まごにゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ。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 おお。にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ。
こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、なんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、まあいいでしょう、まあまあまあ、いやいや、にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ、にゃんこ、まごにゃんこ、まごにゃんこ、オッケーだね、オッケーですか、ゲーよ、ゲーなんか日本語出来上がってしまう、ありがとうございました、ありがとうございました。